バクラム軍によるライム制圧から4週間、激戦の末ことライムを占拠したバクラム軍はその勢いに乗って南下を続けたが、ガルガスタン軍を加えたウォルスタ解放軍はこれを食い止めることに成功した。ゴルボルザ平原を挟んで一進一退が繰り広げられたが、両者の戦いは次第に膠着状態へと陥った。はあ、バクラム軍の指導者シサイ・ブラダ、これがあれか最終、互いの戦力は今のところ五分と五分だが、ノーウェイ公爵がガルガスタン軍を完全に掌握すると、そのバランスは崩れ圧倒的不利になった。そんなに頼みの綱である暗黒騎士団は再三の要請にもかかわらず、フィダック城に陣を囲まれたまま、あれでもあれ暗黒騎士団攻めてきてなかったか。動こうとしない暗黒騎士団の存在を不気味であるのは両者も同じだと。以前に交わした密約が生きているのかどうか、いや生きているから動かないんじゃない、そういう判断ではないんだね。なんか動かねえなっつって、ね、両陣営は共に決め手を書いていたわけだ。なるほど。いやー面白いね。チャプター3、救いきれないもの。いやー嫌なタイトルだな。ということで、お久しぶりですの方、お久しぶりです、というかお久しぶりです。ですね、現在2018年の2月になりますね。取って出しです。そしてなんとこちらこの音声なんですが、後付けでございます。はい、なんかね調子悪いんだよ最近、うちのパソコンが。で収録しても音がでかい、とにかく自分の声の音が。なんかほら普通マイクってさ1から100まであるじゃない、ボリュームが、まあ、0にするとミュートだからさ、1から100まであって、だいたい100から80ぐらいで撮るのよいつも。でそれから編集ソフトの中で、まあ、ちょっとこのサイズ変更するというか音量を調整するみたいなやってたんだけど、いやー全然ダメだもん、全然ダメだと思って、なんかもうね180ぐらいだとね、もうザーって聞こえてばっかりで、なんだこれと思って調整してったらね、今マイクの音量なんだけど3です。3でこれな、3でこれってやばくない？3でこれなの。ちなみに4だともう音割れするから、はあ、いいね。とりあえず取れればいいんだ。暗黒騎士団が、誰かを探してんのかな、なんかやることがあるらしい。暗黒騎士団、暗黒騎士団でで誰かを連れてこうみたいな。バルバス、バルバス顔怖え。気候にはハイムへ行ってもらう。ほう、なるほど。前線を離れろ、ハイムなんぞ行けと。やっぱ前線にいたよな、カリカリするの。別に司祭殿のお守り、ハイム城に監禁していたプランシーがバレリア解放戦線の手によって連れ出せてしまった。プランシーとは、プランシー誰だろう。我らの任務がゲリラと共にバレるようにした。マナフロアの行方は分からず、そしてその手がかり、マナフロア、ちょっと分かりませんけども、まあ分かりませんので、今回はあれですね、プレイ動画として見ていただこうかなと思います。グラシャス家の名誉にかけて。こいつは兄弟、厄介な兄弟なんだこいつら本当に。これ後付けだからね、もうこの後どんな戦いが待ってるかはもう知ってるから。ということで、まあ見ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ちなみに風邪ひいてるんでちょっと声の調子が悪いですけど。あ、トレーニングするんだっけこの人。あ、違うわ。あー、そうまだ続くんだっけ。我が軍に代わるガルグスタン兵はどの程度だ。ロングエコジ、あ、そうそう、あー、なんかそう、まあ説明が足りてないわ俺。それはなんかこの今なんていうの、このルートというかさ、このなんていうの、タクティクスオーガってどうやらマルチエンディングっぽいじゃない。ルートを選んでいくことによってストーリーが変わって、でそのストーリーによってエンディングが変わるみたいな、まあ要するにマルチエンディングだね。
で今回のルートなんですけど、というか佐々木くんの心情をみんな察してほしいんだけどね。佐々木くんはまあ生まれ故郷を襲われたのはそうなのね。それでまあ聖騎士というか暗黒騎士を倒そうっていう気持ちはもちろんあるんだけど、基本は戦いたくないのよ。これだけは変わってない、ずっと。なんかねコメントでなんかその何フラフラしてるみたいなコメントがあったんだよ。いや何がしたいんだみたいなこうあったんで、ちゃんと解説しておこうと思うんだけど、佐々木くんは戦いたくないの、とにかく。今までの選択肢は戦わずにこの剣を収めながらこの戦火を、まあ、戦火をというか、まあ、鎮火させるために、まあ、動いてたと。その中で、まあ、軍を裏切る形になってしまったから、降りかかる火の粉を払うわざるを得なくなったと。そういうところなんですよ、佐々木君は。それを理解していたんですよ。だからね、ずっともう初志貫徹というか一切ブレてないです、佐々木君は。打たねばなりません、ほら見てくれ、打たねばなりませんか。友人だもんな、バイスは。あいつは英雄殿とは違う。手段や方法に違いがあっても私と英雄殿が同じだからこそ英雄殿はこうして持ってきた。英雄殿って呼んでくれてるのは嬉しいけどさ、本当は殺そうとしてたわけでしょ。そしてバイスは仲間なわけだ。佐々木くんは殺しはしないよ、バイスのこと。殺したいとは思ってる。ちなみにあまりそこまで進んでないから、そう全然わからない、どうなるかは知らんけど、あまりにひどすぎるよな。価値はもう同じよ、戦いたくないのさ。戦わずして平和にできる道を模索してるんだ。僕がここにいる限りバイスは持ってこないかもしれない。姉さんの言うとは聞けないの。いやいやいや、聞いてるけどね。帰ってきてくれ、カチュア。ヒーリングが一人減るぞ、これ。ほっておき、佐々木。ほっておけ。ああ、携帯が鳴ってる。まあ、とはいえ、すいません。なんか、方針がフラフラしてあれなんだけどさ。本当にただただゲームしてるのを見てもらうのも申し訳ないんで。まあ、ある程度気持ちだったりを解説しながらやっていこうかなと思います。ねえ、声があった方がいいでしょ。ディダーロ、名前がいいよね。ゲームスタート。いやー、うちはね、回復要因が今プレシデントだっけ、なんだか忘れたけど、とタコとバリューがいるんでね、まあ、なんとかなると思うんですけど、カチャの存在は大きかったな。さあどうする。まずは人数の確認、そして魔法を確認している。賢い、賢くなったんだ。ウェイトターンとかも確認してるな、多分。嘘だ、本来ならウェイトターンこそ確認しなきゃいけないことなんだ。何も考えてないと思う。同じだ、それ。なんでやり直したのか。久しぶりすぎて操作を忘れてるね、完全に。お、高台にカノープス。カノープスっていうとさ、みんなやっぱりこのカノープスなのかな。俺ん中でカノープスっていうとガンズなんだよね。ガンズって知ってる？知らないよな。もう実況プレイ動画始めて今年で10年なんですけど、僕がニコニコ動画を見るきっかけになったのは、もともとガンズっていう GUNZ っていうね、ガンズっていう、TPS の、ゲームがあったんですよ。まあなんていうんだろう、なんか、バッタゲーというか、なんかこうバッタバッタこう飛びながら戦う、銃で戦うゲームだったんだけど、それがもうめちゃくちゃ楽しくて、この中でもうマイブームで。それまで SA はまだその時代なくて、何やってたかな。SA あったか。 SA あったか。サードアタックあったんだっけ。いやまあとりあえず僕の中ではそのなんていうんですか、ガンズっていうゲームが超ドハマりしまして、でそのガンズのプレイヤーに、いやこういうゲームがあるんやと、こういうゲームというか、いや SA なかったわ、ない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 、
こういうゲームが、じゃあや、こういう実況、うん、何まとめてから喋れバカ野郎が。そういう、何て言うんだろう、こう動画を見れるサイトがあるんだぞと。ここでなんかすごいプレイ動画があるから見なさいって言われて、友達に。で、見たんですよ。そしたら面白いのなんだよ。いや、これすげえな。で、コメントも流れるじゃない。この動画サイトはもうすごいな。と思って、ニコニコ動画を見始めたんですよ。で、ニコニコ動画を見てたら、実況プレイ動画というかね、当時ね、実況プレイ動画っていうもう言われてなかったんだけど、字幕付きじゃないな、声付きの動画があって、そう、あれも衝撃的だったな。ヒャドさんって知ってる？もうね、今、ちょっと鼻水できたから、鼻拭いてるんだけど。ヒャドさんって言ってさ、なんかバイオハザード4を、なんかね、声真似をしたり、声を入れながらやってる動画があって、ヒャドさんの。面白くてさ、そのヒャドさん踊ってみたとかもいろいろやってたりするんだけど、俺そっちはあんまり気持ち悪いなって思うだけで、あんまり、なんていうの、そこまで。もし俺が、その時踊ってみたにハマってたら、俺は踊ってみたの人だったかもしれない。俺はとにかくそのゲームに声を当てるっていうのを楽しいと思って、こんな面白い文化があるんだなと思って、まあ変な話だけど俺でもできるというかさ、いや俺もできるぞと思って始めたんだよね。で始めた時に、始めようと思った時にほら何もう VC というかボイスチャットは使ってたから、もうヘッドセットはあったわけよ。ただ録画するファイルがねなかったの。で録画するファイルをいっぱい調べたりとか、何のゲームやろうとかって言ってるうちに、どん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 、なんていうんだろう、その実況という言葉が出てきたりとか、その声付きの動画が、プレイ動画が結構流行り始めちゃって、なんかね、でやりたかったゲームがあったんだけど、それを捉えちゃったんだよね最初に。で俺天の尺だからさ、その天の尺というか、なんていうのかな、ちょっとでもその誰かが先にやってたりするとやりたくないんだよ。でそんなのを続けてそんなのを続けてたら、どんどん後の方になっちゃって、で結局一番最初にやったのはマリオだったけどね、結局やり尽くされたやつをやったわ。なんだったんだろうな、あの時のこだわりは。まあ、そんな時代がありました、僕にも。何の話？あーガンズよカノープスの話だわ。カノープスでガンズっていうゲームの中にマッシブっていう技があるんだよ。あマッシブって言って、こう剣をねクリックでグーって貯めると、クリックを失敗しするとね、剣を構えてグーって貯めてピカーンって光るの腕が。でその状態でもう一回クリックを押すと、あのボーンってこう爆発するような攻撃ができるわけだ。強攻撃みたいな。それマッシブって言うんだけど、でそのマッシブを当てるときのマッシブに効果を持たせるコインっていうのが、コインだかメタルだか忘れちゃったんだけど、なんか出てきたんだよね当時。でそれにカノープスっていうコインがあって、確かね火かあれ、コインの可能物は火だったかな、なんか風じゃなかったような気がするんだよね。今なんて言うんだろう、そのこっちの可能物を見てるからかな、ちょっと調べるか。あーやっぱ火だ合ってた。火の可能物最初に出てきたんだよ、そのメダルが。その後ね3種類ぐらい出てきたんだと思うけど、一番最初に出てきたのが火のカノープスっていうメダルで、それを装備した状態でマッシブを打つと相手は燃えるの。相手燃えて継続ダメージが入ってくるね、どんどん。あんまり強くはなかったんだけど、まあやっぱりスリップダメージって TPS、FPS とかにはもうかなり衝撃的なものでさ、なかなかないじゃない、スリップダメージって。いやあれ感動したね、ちょっと。あれもうだいぶ
チラッと見たらだいぶ戦ってるね。バリュー強え。サンダードラゴンのバリューかなり強い。もう全然そのもう副音声だと思って聞いてほしいよこれ。あ、だから副音声だから音量下げるか。音量下げてお届けしてもいいかもしれない。さあループを回復して、どうすんのそれ。さあループやれんのか、お前にやれんのか。海坊主な、キュアシード。海坊主は回復が書いてある。水辺じゃないと本領発揮できないから彼は。なんでいるんだそんなやつ。なんとなくで使い続けてしまう。なんとなくで使い続けるものってこの世界にいっぱいあるよ。大丈夫それ攻撃して、それ大丈夫。うわー、これ致命傷じゃない。ループ死ぬんじゃないそれ。大丈夫だ。さらに魔法で、あー、シプルンスじゃない、サンダーフレア。あ、いいね、いいじゃない、バッチリじゃない。やっぱ魔法使いっていいよね。いろんな職業が RPG には用意されてるけどさ、俺魔法使いってすごい好きなんだよね。うん、魔法使いいいわ。でもどっちかっていうといつも僧侶タイプを使う、プリスト系を。ダークソウルでもプリスト系だったし、とにかく RPG だと回復役になりたいんだよね。回復、回復って重要だしさ、やっぱ前線にみんなが連れてきたいところじゃない。っていうか違うのよ、もうそれをね多分定義すると難しいんだけど、みんなが必要にしてくれるからなりたいという気持ちよりも、誰もやらねえから俺がやるみたいな。結構さ、こうなんかこうガッチガチに殴り合うゲームだと火力重視の人が多かったりしたんだよ。まあそれ多分その時の当時の周りになんだけど、でそうなってくると回復いねえな、誰か回復してほしいなって思った時に、まあ俺がやるかみたいな感じの、そんなところですね、感覚的に。バイアンのアシットプレス強えんだこれ。46倒した、やるバイアン。しかしレベルは据え置き、多いね。背後を守る陣形になった。あれこれ倒したんじゃね。さすがに倒さないと。体力どのぐらい残る。おお、8、あと9。わあ、決めた。これは姉さん決めたろ。姉さんショート棒を装置する。やったぜ姉さん、大勝利。といったところで、パート20、いくつか忘れましたけど、以上と。通気を万歳。ちなみに次回もミスってるんで、次回も収録ミスってますんで、後付けのこの副音声でやっていきます。申し訳ないですけど、ちなみに、次回も誰だっけ、聖戦術師みたいな人や、ミルディンさん。あー、ウォーレン、グレイワー。あ、そう、ウォーレだ、ウォーレン。ミルディン仲間になるのかな。そうか、それはランスロットとギルダスは持ってる。ギルダス大丈夫かな。ギルダスやられたっぽいよな。大丈夫かな。バイスが賞金首に仕掛けリラか。ライムを離れるとき新顔の暗黒騎士を見かけました、コマンド級の暗黒騎士で何でもゲリラ騒動のためにハイムから呼ばれた。ボード取り手を、ああ、あの兄弟のことだね。でバイスはそこにいるかもしれないということで助けに行く。そんなところだ、そんなところですね。ミルディンも仲間になった。
心強いじゃないか。といったところで今日はここまで。また次回。次回も収録失敗しますんで、後付けのこのナレーションでやっていきたいと思います。副音声ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ミルディン強っ。